フェリックス2ザルムザルムは、プロイセンの貴族ザルムザルム家出身の軍人、傭兵。ザルムは、シュレースビヒホルシュタイン軍、オーストリア軍、南北戦争期のアメリカ北軍、第二次メキシコ帝国の同帝国軍に従軍し、皇帝マクシミリアンに仕えた。その後プロイセン軍に従軍し、不屈戦争で戦死した。ザルムザルム公。 フェリックス・コンスタンティンはアレクサンダー・ヨハンネ・ネポムクは1828年12月25日にプロイセンのアンホルトで誕生した。彼はザルムザルム公フロレンティンの三男である。ベルリンの士官学校で訓練を受け、1846年にプロイセンの騎馬隊に所属した。はじめ、彼は北部ドイツとデンマークとの間の第一次、シュレースビヒ・ホルシュタイン戦争に参加し、 そこで勇敢さを発揮した。その後オーストリア軍に所属し、第二次イタリア独立戦争を戦った。1861年、彼はアメリカ合衆国に行き、南北戦争では北軍について戦った。彼は大佐の階級を与えられ順将、ルイス・ブレンカーのスタッフとなった。この時に彼は赤毛の先住民の子孫の女性、アグネス・レイラック・ジョイと知り合い、 1862年に結婚した。以来、アグネスは、フェリックスと行動を共にする。結婚した年の冬、彼は、第8不評義勇連隊の指令を受けるがそのまま、止まった。1864年6月に、テネシー州とジョージア州の巡庄、ジェームズ・スティードマン20軍、彼は、第68不評義勇連隊の大佐に任命されるが、アトランタで終戦を迎えた。 ザルムザルムは1865年11月30日に義勇軍に招集された。1866年に1月13日、アンドリュー・ジョンソン大統領はザルムザルムを名誉順賞の階級に指名した。1866年3月12日に上院はこれを承認した。南北戦争終結後、1866年2月に、 ザルムザルムはメキシコ皇帝マクシミリアンに仕えた。マクシミリアンは積極的に南北戦争後のアメリカ兵のメキシコ行きを促進し、米国間の関係を改善しようとした。ザルムザルムは北軍で戦った元兵士がメキシコに行くという珍しいケースとなった。多くの元アメリカ兵が元南軍であったのだ。夏までに彼は大佐を拝命し皇帝の副官となり、 家督を継いだ。彼は、ケリタロで、皇帝と共に捕虜となったが、その前に、勇敢なフサール騎兵を率いて、ベニート・フアレス大統領の元の共和国軍から皇帝を、助けようとした。マクシミリアンが処刑されると、彼はプロイセンに、敵団兵隊の少佐として復帰し、不屈戦争のグラブロットの戦いでサンプリバラ、モンターニュで戦死した。 死後彼は、ベストファーレンのアンホルト城に埋葬された。オットー・フォン・コルフィンによって、彼の回顧録は編集された。ありがとうございます。